今回は気にしない生き方という本をご紹介します。本書ではこれからの時代に必要とされる重要なスキルとして他人からの意見を気にせずに聞き流す力を提唱しております。日本の伝統的な村社会のようなみんなで助け合いお互いを気遣う習慣が薄れ、個人の自立が重視されるようになりつつある現代社会において、他者の視線を気にせずに自分の道を歩むことの重要性が説かれています。従来型の日本企業における同調圧力や人間関係重視の文化から脱却し、むしろ自分に合った職場を選んで活躍していくことが求められるようになってきているのです。しかしながら、そのような価値観の変化に適応するのは簡単ではありません。特に他者からの評価を過度に気にする傾向が強い日本人にとっては、大きな心的転換が必要となります。本書では、そのような他人の目を気にしない力を身につけるための具体的な方法が丁寧に解説されています。まず、他人にスケープゴートにされそうになった時の対処法として、前に出ることが提案されています。相手の攻撃に対して身をすくめるのではなく、相手に近づき、丁寧な態度で接することで、相手の攻撃的な態度を和らげることができるというのです。また、自分のキャラクターを作るということも重要だとされています。周囲の人間関係の中で自分がどのような位置づけを占めるかを明確にすることで、無理に目立つことなく適度な再化を図れるというわけです。その際、ダメなやつだけど憎めないというキャラクターが最適だとしています。他人と被らない立ち位置を確保することで自分の居場所を確保できるというわけです。加えて、転職サービスの活用も提案されています。自分の時価を把握し、現在の待遇が妥当なのかどうかを客観的に判断することで、転職の必要性や現在の職場での働き続けるべきかどうかを見極められるというわけです。これにより、むやみに職場環境に不満を抱え続けるのではなく、前向きな選択ができるようになるのです。さらに、スキルアップよりも職場との相性を重視するという考え方も示されています。同じ能力レベルであっても、相性の良い職場であれば仕事ができる人になれるが、相性の悪い職場であれば仕事ができない人になってしまうというのです。つまり、どれだけスキルアップしても自分に合わない環境では十分に力を発揮できないということです。加えて、いわゆるどうでもいいようなスキルが活かされる場面もあると述べられています。本人にとっては特別なスキルだと思えていなくても、それが特定の環境では重宝されることがあるというわけです。自分の長所を見極めるのは難しいものですが、それでも自分にしかない魅力を見出すことができれば、活躍の場が広がるかもしれません。一方で、お金にとらわれない生き方の重要性も説かれています。生活レベルをむやみに引き上げてしまうと、それを維持するために楽しくない仕事を続けざるを得なくなるというわけです。給料を上げるスキルよりも無駄な出費を抑える力の方が大切だと考えられています。つまり、本書が説くのは、お金や地位、スキルよりも自分らしく生きることの大切さなのです。他人の視線を気にせず、自分の価値観に従って生きていく、そのようなメンタルの持ち方こそが、これからの時代を生き抜くための幸せの鍵なのだと提唱しているのが本書の核心部分と言えるでしょう。ただし、このような他人を気にしない姿勢は単に自己中心的になるということではありません。むしろ、自分の信念に従って行動することで、結果的に他人からも信頼され、居心地の良い人間関係を作ることができるのだと考えられています。本書の著者であるひろゆき氏は、これまでにも多くの物議を醸すような発言を行ってきた人物ですが、本書では比較的穏健な提言がなされているように感じられます。個人主義的な側面もありつつ、他者への思いやりを持ち続けることの大切さも忘れずに説いているのが特徴的です。つまり、時代とともに変容する日本社会の中で、個人の幸せを最優先しつつ、他者との適度な関係性を保っていく術を説いているのが、本書の趣旨だと言えるでしょう。
人間関係のトラブルに悩む人、あるいは自分のキャリアについて迷っている人にとって非常に示唆に富んだ内容だと評価できます。現代社会においては確かに他人を気にしない力が重要になってきています。しかしその一方で他者への思いやりを持ち続ける必要性も忘れてはいけません。本書ではそのバランスの取り方について丁寧に解説されており、読者の心に響くものがあるのではないでしょうか。転職や職場環境の改善だけでなく人生観の見直しにも役立つ一冊と言えるでしょう。ぜひ多くの人に読んでいただき、これからの人生設計の参考にしていただきたいと思います。